アウダーチェは、イタリア海軍のアウダーチェ旧駆逐艦に一番艦。艦名は勇敢、大胆、不敵を意味するイタリア語に由来する。アウダーチェは、リューニティ造船、リバトリゴソ造船所で1968年4月27日に、寄港し、1971年10月2日に、浸水、1972年11月16日に、収益する。 1987年から1990年にかけて、兵装の改修工事が行われ、艦隊防空ミサイルは、RIM-24 ターターから RIM-66、SM-1MR に変更されたほか、127mm、単装砲2番砲を撤去して、アルバトロス股間防空ミサイルシステムの8連装、発射機への交換。 ヘリコプター格納庫の拡大などの近代化が図られた。ソマリア内戦勃発に伴い、アウナーチェは1982年7月に国際連合主導による調停活動支援のために派遣される。1984年2月から3月にかけてレバノン沖に派遣。1986年にはリビア爆撃に対するリビアによる報復行動に備えるために、 ジラソーレ作戦に参加する。1991年1月から3月にかけては、砂漠の嵐作戦に参加し、ペルシャ湾にて展開する。2006年9月28日に退役する。現役間の全工程は63万回りに及び、5万7千時間、活動した。ありがとうございます。